水産物の漁獲量の減少や中国の輸入停止など道内の漁業を取り巻く厳しい状況を打破しようと同予連が新たな活動方針をまとめました今日開かれた会議には道内の漁業組合長などが集まりました今、道内の水産業はスルメイカやサンマなどの漁獲量の低迷や福島第一原発の処理水の海洋放出に伴う 中国の輸入停止などの問題を抱えています。同漁連はこれらの解決を目指して、漁業者への支援や近隣国との水産資源管理の実現などの活動方針を掲げました。これらの方針は来週、水産庁や国会議員にも報告されます。